心のあるなんかそういったような、素晴らしいものじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございました。黒部さん、あと5年ということになりましたけれど、今日その最初のまず一歩踏んだなという感じですね。はい、本当に、まあ、一つ一つ節目はあると思いますけども、大切な節目だと思いますし、ホームジャパンでぜひこのオリンピックの成功に向けて頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。それでは成田さん、いかがでしょうか。皆さんこんばんは。今エンブレを見てすごく力強いなって感じました。私はいつも講演会の時に子どもたちに命や鼓動の大切さを伝えています。あの選手の鼓動、コーチの鼓動、仲間の鼓動、家族の鼓動、そして世界中の鼓動が一つになって2020年東京パラリンピックが開けるんじゃないかなって思いました。ありがとうございます。
試合の時もぜひそのワクワク感で楽しんで試合頑張ってください。ありがとうございます。皆さんどうもありがとうございました。さあ、それではここで記念撮影を行いたいと思います。後藤男子の皆さん、ステージへお願いします。これから皆さんと一緒に記念撮影という形に移りたいと思います。今日は3カ所にたくさんの報道の皆さんが来てますので、3カ所に向かって笑顔を振り返っていただきたいと思います。後ほどご来場の皆様に記念撮影をご協力いただきますので、アナウンスいたします。詳細は、いやでも本当に先ほどこのエンブレムが出た瞬間、若い選手たちが目がパッと輝いたのが、キラキラしてましたね。場内の皆さんも拍手してくださって、これが本当に5年後に向けての第一歩になるのかなと我々思ってました。さあ、それではまずはですね、あちら赤い